ほんま突然やな。いいですか。何をや。ちょっとお聞きしたいんですけど、今って、え、何年でしたっけ。どういうこと。何年かってのは時代か、だから今は西暦で何年かなって。おい、タイムトラベルか。2016年だ。2016年。本当に。やっぱりそうですよね。怖い怖い怖い。やった、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去。お、過去にトラベルしてきたんか。これが1年前の私？おう。あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。そこで判断すな。何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？元気エコやな。実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。あんま言わん方がええぞ。リープ、そういうの人に。時をかけたらしい少女。ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる。何を言ってる。伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。違いあんねや、それに。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほうほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。はいはいはい。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、難しい難しい、その2人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。こういうのは理解できひんからな、キリュウちゃん。タイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。どうです、わかりました。ああ、完璧に理解した。完璧に理解したんかい。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。おう、ほんなタイムリープか。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。優しいな、聞いてあげて。邪魔して悪かった。あ、え、なんで。なんで。ちょっと待って。何をしてほしいね、お前は。私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません。普通の人ならな。あ、分かった、もう少し付き合ってる。いや、もう結構だ。いや、もう結構だ。いや、もう結構だ。え？めっちゃ残念そう。はいはいはい。あ、なんかさ、これも時をかける少女のオマージュよな。この前さ、君の名はのさ、入れ替わったやつ言うてたやん。あれ、広島の尾道を題材にした小説かなんかがあるらしくて、それもその時をかける少女の書いた人の作品らしいねんか。だから君の名はじゃないらしい。で、時をかける少女がこいつと。まあしゃあないか、やったろか。おじさん、あのタイムリープの話だけど、悪ふざけと思われてるならそんなの嫌だし、やっぱりもう少し説明させてくれません？まあまあいいよ。わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私ミクって言います。ミク。俺はキリュウ。未来と書いてミク。わかりました、キリュウさんですね。とりあえず、なんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。まあ信じられへんわな。お前が1年後から来たってことか。入れ替わってもなかったしな、こないだのやつも。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか。いや、そう言われても。どう言えば。ってことは、お前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。そうやな。なら、
その間に何か変わったことは起きたか？変わったことって何か大事件とか？そうそう、なんかそれを証明できればな。結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな、例えば、大きな地震とか事故は万馬券の情報とか俺は1年後どうしてる。いや、桐生のこと知らんかったからこれ聞いてもわからんよな。大きな地震とか事故、でも未来ならなわからんしな。万馬券の情報とかないのか未来の万馬券の情報とかはないのか。なるほど、そっか。未来からタイムリープできるならそれをやらない手はないですよね。ビットコインも買おうぜ。でも今回は気がつかなかった。よし、次のタイムリープで絶対それやる。何回できんのお前タイムリープ。ありがとうございます。私、キリュウさんのおかげで大金持ちになれます。次のタイムリープではか。うまいかわし方をするもんだなこいつは何をしてほしいんやろな。そういうつもりじゃないですよ。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。そうやね、そうやね。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしない？ iPhone12 とか持ってへんのか。あ、例えば未来の日付の新聞とか。はいはいはい。来年発行の100円玉とか。ああ、いいやん、いいやん。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だ。ああ、タイムリープやからか。つまり証拠は何もない。ああ、これ怪しいな。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。未来から来てたらなんやねん。わかった、信じてやる。無理だ、やっぱり信じられない。よく見ると可愛いな。よく見ると可愛いな。え、やだ、そんな急に。お、かわし方うまいな。でも私、年上も結構ありです。いや、上すぎんぞ。30は離れてるぞ。下手したらお前の父親より年上だぞ。うちのパパなんか今じゃもう全然冴えないし。でも本当にキリュウさんパパより上かも。え、吐くな吐くな。なんかパパの顔を思い出してきちゃった。かわいそうやなパパ。年頃の娘ってのは父親に厳しいな。そうかも。まあいい、なら俺はそろそろ。こう見えて案外暇じゃないんだ。結局何やったん？タイムリープのことは結局信じてもらえてないですよね。ふん、時間切れだな。それにもしお前の言うことが本当なら何か目的があって2016年に来たんだろ。そやな、何のためにリープしてん？そいつをいつまでも邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。ないんかい。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で。どうやってすんねん、教えてみ。なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。お、これ続くパターンか。じゃあな。どうしてほしいね。タイムリープ娘再び。ほう、どっか行ったなあいつ。あんまそういうの学校で言いふらさん方がええで、いじめられんぞ。よーし、じゃあ下か。オッケー、行こうか。なあ、どうした？おじいとおばあ。ミエさん、あんた騙されてんだよ。ミエさん、そんなん違うんよ。何も心配ないんよ、ほんまに大丈夫。宗教か。それが連中の手なんだよ。おう、ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらは無難鳥ヘペトナス教なんだよ。あ、ちょ待って、無難鳥。何話してる。うわ、龍が如くゼロで出てきたわ。無難鳥ヘペトナスの人はみんな親切じゃけん。言うのが教団に来てみりゃわかる。
あんたもフレンドになったらええ。フレンド。奴らの目的は金なんだ。お伏せしろと言われたんだろう。うん。そうすれば救われるって。この間若い女に手出そうとしてたけどな。不正リンチョ言うんじゃ。そんなのはどうでもいい。とにかくもうあいつらんとこには行っちゃダメだよ。無難ちょっちょって言うやつやんな。じいさん、乱暴はよせ。乱暴。こいつも教祖みたいな顔してるけどな。つい向きになってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけすぐ頭に血が昇るんよ。おお。ミエさん。ああ、ミエさん。あんたも少し荒っぽかったが、どうも訳ありみたい。これは行くっきゃないやろ。あなたは別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、キリュウだ。キリュウさんですか。もしよかったら話を聞いてくれませんか。少し長くなりますか。無難ちょヘペトナスな。ああ、聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。まさかここでも出てくるとはな。無難ちょヘペトナスのせいです。その無難ちょってのは何なんだ。そっか、前真島さんやったもんな。いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。おうおう、次は老人か。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってたばあさんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。好きなんけ。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。勧誘前提の付き合いちゃうか、それ。ミエさんと話してると年がいまなく青春時代を思い出すような。だからなんや。なのに彼女があんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いない。お、間違いないな。間違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そしてお伏せと言って財産を残らず寄付させる。なるほどな。汚い大人やで。兄さんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれてます。ああ、なるほどね。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているんで安心して信じてしまっているんです。大変やそれは。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか。行ってはみましたが取り合ってくれません。まあ難しいわな。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。会ったばかりのあなたにこんなお願いしていいものか。私と一緒に無難町ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込みます。真島さんと同じパターンや。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でもこのままじゃミエさんがいざとなったら強引にでも連れ出さないと。オッケー、任してくれよ。分かった。目ピクピクしてるけど。ほっとけよ、あんた一人でも教団に乗り込んじまいそうです。無難ちょヘペタナス教はほっとかれんからな。それで教団の場所ってのはどこなんだ。線路の近くにあるビルです。そばで若い女の子がビラ配ってますから行けばすぐ分かります。オッケーオッケー。ならもう行くか。ええ、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。なるほどね。別々に行きましょう。了解了解。そういうもんか。多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたら突き込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。キリュウさんも後からお願いします。お前洗脳されんなよ。分かった。先行って。それじゃ教祖とか言われて あがめられるんちゃう。お前その髪型な。とりあえずちょっと教団本部行こうか。気になるわ。お、またあるやん。クヒだ。長いな今回。軒茂く建てる家よ足引きの山の尾道道狭きまで。ほう。尾形公安。
山と海とせめぎ合うように家々が並ぶこんな町はなかなかないということだな。なんで読み解けんねん。あれ出ろ、あれ。芸能人格付けのやつ。あ、配っとる配っとる。この世の中にも救いはあります。誰もおらんのにビラ出してたな、さっき。世界は暗黒ではありません。はい、怪しい。ビラ配りの若い女、あれが例のインチキ教団か。この狭い町にな、いろんなやつおるか。何でしょう、私たちでお力になれますか。三重ってばあさんを連れ戻すには信者のふりして潜り込む必要があるんだったな。ああ、俺はその悩める子羊なんだが。どこが子羊や。よくわかります。この属性では誰もがそうなのです。あなたは決して一人じゃありません。ここに来れば救われると聞いてきた。だから俺は、サレン長ハバトラス教に入りたい。アバン長デシトレス教に入りたい。ムラン長ヘペトナス教。これ間違えたらどうなんだろうな。アバン長デシトレスに入りたいにしようか。アバン長デシトレス教に入りたいんだ。アバン長デシトレス教？それでしたら北の隣です。いや、あるんかい。残念ですが我々ではお力になれません。ああ、そうか。間違っていたようだが、アバンチョデシトレス教もあるにはあるんか。なんであんねん。あなたに神の恩恵がありますこと。ほんで急に冷たいの、お前。あ、もう一回、こいつに話す？あ、こいつには話されへんのか。で、息ぴったりやの、お前ら。なんや、ダンスしとんのか。何度もすまないが。なんでしょう。まだ何かご用ですか？俺は救いを求めて叩くべき扉を間違えていたよ。それっぽいことは言えねえな。と言いますと？つまり俺は、モサンチョヒピステス教に入りたい。ミランチョアクトネス教に入りたい。おうおうおう、えらい出てきたの。ムナンチョヘペトナス教に入りたいんだ。よく言えました。それじゃあなた本当は我がムナンチョヘペトナス教に入りたかったと？お前もちょろいの。ようやく本当の答えにたどり着いたんだ。そうですか。まあ、わかりました。とにかくこちらへどうぞ。対応がどうやらうまくいったようだな。さあどうぞこちらへ。おいおいおい、ちょうどもう一人あなたと同じように今日私どもの門を叩いたフレンドがいます。おう、フレンドおるか。ん、あいつや。よろしくお願いします。じいさん、約束通り先に潜ってたか。さあ、お前洗脳されてへんやろな。こちらは私どもの説明を熱心に聞いてくれましてね、早くも教団に溶け込んでいらっしゃるんです。はいはいはい。ねえ、鈴木さん。鈴木さん。いえ、それほどのことではありませんが、お褒めいただいてどうも。ヘペトナス。なんだ今のは。は？いや、今急にヘペトナスって。ヘペトナスは我が教団の言葉です。そんなあったら。ありがとうという意味が込められています。はいはいはい、覚えなあかんねんなこれ。そうか。さあ、あなたも人に物を教わったら感謝の言葉を。どうもヘペトナス。よかったら彼は私が案内します。対応力いいよな、ヒデちゃん。無難長ヘペトナスの身元に来たのもきっと何かのご縁でしょうから。それはいい考えですね。潜り込む、うま。じゃあお願いします。鈴木さん、私は奥で未熟なフレンドたちにシュレピッピの指導を。シュレピッピ。シュレピッピ、この教団独自の言葉ですよ、キリュウさん。修練という意味です。ちゃんと洗脳されてないな。それを奥でやってるわけか。よかったよかった。多分ミエさんもその中に。こいつは。やってるやってる。こうやって彼らは精神を集中してクリパスを貯めているんですよ。あったな、クリパス。クリパス、徳みたいなもんやな。わかりやすく言えば徳とでも言いましょうか。お、教祖か。クリパスを貯めて。違うな、リーダーっぽいな。ムナンチョヘペトナスの神に近づくことがフレンドたちの唯一の望みです。そうか。ご説明どうもヘペトナス。あ、どうもヘペトナス。鈴木さんはとても飲み込みが早い。
本当に今日が初めてのムナンチョヘペトナスですか？とても信じられません。あなたにはチョモゴメスの必要もないでしょう、ね、チョモゴメス、チョモゴメスは何だ？何やったっけ？わかりませんか、キリュウさん。それが洗脳を意味する言葉ですよ。なるほど。何だと？彼らは再教育と言いますが、実態は紛れもない洗脳です。少しでも信者がムナンチョヘペトナスに疑いを持つような素振りを見せると、何日も監禁されてチョモゴメスされるんです。チョモゴメスされたくねー。思ってた以上に立ちが悪いな、この教団は。その通りです。ところであんた、えらくすんなりこの教団に馴染んだな。ほんまそれな。ここの言葉も使いこなしているし、即席の信者にしちゃお前ずいぶん板に。もしかして前の教祖か？自然なくらいだ。いや、それはミエさんを救いたい一心ですから。あれ、真島さんが私も必死で倒した教祖に似てない、うん、ちょっとそう言われてみれば。 それより私たちもシレピッピに参加しないと。何？俺たちもこれをやらないとかえって目立ってしまう。さあ早く。まあまあしゃあないな。参ったな。ほら貫禄はもう。じいさん、肝心の三重婆さんはいたか？いえ、それが教祖にかなりのお世話を渡すと言っていましたから、その前に体を清めているんでしょう。この建物の中にはいるんだな。もう少し信者のふりをして様子を見るしかありません。ですが急がないと彼女がお世話を渡してしまう。セリンチョな。皆さん注目してください。日々シュレピッピを行っている皆さんのために教祖様が激励にいらしてくれます。どんなやつや？我らが教祖ムナンチョ赤松様がお見えです。お、なんかヤクザみたいなやつやな。あのが教祖なのか？ここの教祖は代替わりするんです。代替わり？数年前にあの赤松という男が教祖になったようで。皆さんムナンチョ、キリュウさん、あなたも早く。ここの挨拶なんです。詳しいの。ポーズをつけて挨拶。声だけで挨拶。挨拶しない。まあまあちょっとやっとくか。無難長、大変よろしいです。プラス2点。プラス2点。何か評価される？結構です。我らが神無難長ヘペトナスもお喜びになっています。ご存知のように皆さんのシュレピッピは伏せ臨場することでより純度の高いクリバースを貯められます。頭なんか帽子なんかわからん頭しやがって。例えば今日はこれからフレンドのミエさんが100伏せ臨場を捧げますが。100伏せ臨場なんぼや。100万か。皆さんも負けてはいられませんね。ミエさんは素晴らしいフレンドだ。なんて信心深いの。教祖様、私も明日必ず100伏せ臨場。洗脳されとるな。どういうことだ？伏せ臨場はお伏せのことです。1伏せ臨場は10万円。10万ってことは見えばさ、1000万円を教団に渡す気ってことだ。おいおいおい、彼女がそんなに持っているわけがありません。そうやな。多分家族の金まで持ち出してるんですよ。早く止めてやらないと。えげつないの。それでは皆さん引き続きシュレピッピに励んでください。陽明連合会のしのぎちゃうんけこれ。あの競争を追えば三重婆さんもいるんじゃないのか？なら行くしかねえな。行くしかねえな。どちらへ行かれると？その私たちは今日入信したばかりで教祖様にご挨拶したいのですが。ではそれ相応のセリンチョはお持ちかな？それ相応。そのことでなんぼやね。教祖様にご相談したいのです。フセリンチョのこと？私は貧しい年寄りです。それでフセリンチョのために町金へ行こうかと。はいはいはい。しかし他人の金を借りてのフセリンチョをムナンチョヘペトナスの神はお許しくださるのでしょうか？ええ作戦やな。もちろんお許しになられますよ。素晴らしい信仰心の持ち主ですね、あなたは。私は感激しました。ああ、よかった。ですが町金へ行くのはやはり恐ろしくて、直接教祖様から背中を押していただきたいのです。言葉巧みに言いよるな、このじいさん。大した役者だな、このじいさん。同じこと言ってるわ。わかりました。ではご案内しましょう。あなたなら間違いない。
ですが、あなたはどうでしょう。お、ムナンチョヘペトナスの熱心な信者となったか、いくつか質問させていただきます。オーケーオーケー、任せてくれ。教祖様に粗相があっては困りますからね。まあご安心を。熱心に我が教団の話を聞いていれば簡単に答えられます。さあ思い出せ。いいだろう、何でも聞いてくれ。では第1問目は初歩の初歩です。初歩の初歩。ムナンチョヘペトナス教でありがとう。はい、簡単。これ真島さんの時も言われたな。ドルチウッホ。なんやそれ。ムランチョヘペトナスやな。ヘペトナスだ。素晴らしい、正解です。よく集中されていたようですね。この程度のことなら楽勝だ。いくらでもテストしてくれ。それでは続いて2問目。さあ来い。シュレピッピを積むことでたまる徳のことをこの教団では何と言いますか。簡単簡単。クリパースやな。クリバーフ。クリパースだ。正解です。なるほど、よく勉強されていますね。せやろ。筋がいいですよあなた。ああ、真面目にシュレピッピしたおかげだな。使いこなしてる。それでは引き続き3問目。我らがムナンチョヘペトナス教の教祖様のお名前をフルネームでお願いします。何やったっけ。赤松か。ムランチョ鈴木。鈴木やったっけ。ちょっと待って。つながってもうた。左におるやつの名字鈴木やったな、そういえば。ほんであれや、真島さんの時ムランチョ鈴木やったわ。お前代替わりした教祖かよ、だる。で、今の教祖は赤松やな。ムランチョは赤松だ。お見事です。いやしかし簡単すぎましたか。おいおいおい、教祖の名前を間違えるほど俺も抜けちゃいない。ムナンチョ赤松様は教団の開祖である。おう、ムナンチョ鈴木の法力を受け継ぎました。そうよな、ムナンチョ鈴木。左におるやつや。残念ながら開祖はムナンチョヘペトナスの信仰を恐れた国家権力に弾圧されてしまったんです。真島さんや、真島さん。詐欺だと濡れ衣を着せられましてね。ですが今はムナンチョ赤松様のおかげで我が教団は未来永劫安泰です。ご安心を。いや、前は島野の狂犬やけど今回は堂島の竜やぞ。さてそれではいよいよ最後の質問です。最後の質問。チョモゴメスの意味をお尋ねしましょう。チョモゴメス、お答えいただけますか。洗脳、再教育、性教育。まあちょいちょい竜が如くは下ネタぶっこんでくるよな。洗脳は、俺ら一般人の考えやけど、ここでは再教育やねんな。再教育だ。正解です。これも簡単な問題でしたね。簡単簡単。以上でテストは終了です。いや恐れ入りました。入信初日にしてムナンチョヘペトナス教への深い理解が伝わってきました。せやろ。素晴らしかったですよ桐生さん。他のフレンドたちのいい手本になります。テストは合格です。まあざっとこんなもんだ。お二人ともご希望通り教祖様にお引き合わせしましょう。どうぞこちらへ。今日そのところにミエばあさんがいるはずだ。まだ伏せ臨著してなけりゃいいが。ちゃんと伏せ臨著って言うのか可愛いな。教祖様失礼します。何かな。本日入信したフレンドがぜひ教祖様にお会いしたいと。二人とも大変素晴らしい逸材ですよ。ぜひ教祖様の祝福をお与えくださいませ。そうですか、よく来ましたねフレンドたち。祝福としてこれを差し上げましょう。おう、なや。スタミナンロイヤル、ありがとう。シンプルにありがとうやわ、それは。祝福にしちゃ俗っぽいんだな。教祖様。お、ミエさんの味噌煮が済みました。ミエさん、百伏せ臨著の祝福をお授けくださいな。1000万やで。よろしい。クイズミリオネアで優勝した時やん。これから大事な儀式なのであなた方はシュレピッピへお戻りなさい。ミエさん。え、鈴木さん、あんたなんで。さあもうあなた方はお下がりください。ミエさん、騙されてるんだよあんた。うん、ここはインチキ修道だった。そうや、こいつが返せやからな。お伏せなんてやめてくれ。お黙りなさい。鈴木さん、あんたなんちゅう罰当たりなこと。ほれ教祖様に謝って。いや、あなた方は何か勘違いされているようだ。おう、確かに
私たちをインチキというものも属性には数多くあります。どうやって言い逃れすんだよ。しかしそうした偏見をも跳ねのける信仰心、それこそが無難著ヘペトナスの神が愛する人間の素質だ。我々を疑うのは勝手ですが、無くなるフレンドの信仰を邪魔すれば必ず神罰が下りますよ。いや、カイサがインチキ言うとんねん。お前もすっかりバシのペテン師になったな。あ、アカマスのことしてんのか。何、ジーソン、お前は無難著ヘペトナスのかつての金庫番だ。金庫番。カイソの無難著鈴木が詐欺で逮捕された。お前逮捕されたんかい。警察からも隠し通した金で教団を乗っ取った。誰だお前は。歳を取ったとはいえこの顔を見忘れるとは寂しい。まさか。私はかつて無難著鈴木と名乗っていたものだ。やっぱりな。無難著鈴木、あんたが。なんだと。なんだと。なんであんたがここに。そうなるわだ。桐生さんも三枝さんも隠しててすみませんでした。でもこれが私の正体なんです。無難著ヘペトナスなんて神はいない。それは私が大昔にでっち上げた嘘だ。こいつ若い女抱こうとしてたからな。ところでどこにも届きはしない。だからな、ミエさん、亡くなった旦那さんが今のあんたを見たらかえって成仏なんかできないよ。そうやぞ、ミエさん。それでもまだ1000万なんて大金を伏せりんちょしますか。ファイナルアンサー。まったく笑わせるな。あの無難著鈴木が何をとち狂った。あんたほどのペテン師が見損なったよ。ペテン師言うてもってるやん。少し無所に行ったぐらいで正義に目覚めたか。そんなんじゃない。私はこれ以上罪を重ねたくないだけだよ。裏切り者か。ドアを閉めろ。誰もここに近づけるな。いいんかな、そんなことして。はい。教祖様、何をする気ですか。じいさんばあさんは奥に下がってろ。面白い見せ物になるぜ。そうやぞ。無難著ヘペトナスに疑いを持つ者は何人たりともチョモゴメス。そうやって使うんや、チョモゴメスって。ほなお前もチョモゴメスしたろやんけ。おいこら無難著赤松。おいよいしょ。起きろ起きろ。やめろ。やるね。お、なんやお前その攻撃。なんでよろよろさせてくんだよ。おい、ちょ、待て、強いの。はい、おいしょ。おい、溶かしてく。はい、アルティメット。はい、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 はい。はい、こめかみ。はい、強すぎ。はい、終わりでーす。教祖様の償いクリア。痛い。痛いよ。おお、フレンドたち、早く救急車を呼ぶのです。教祖様がお怪我をされています。皆さん回復の儀式を。前と同じや。バカ、そんなんで治るか。昔こんな光景を見たことがあります。私もね、今の彼と全く同じだったんですよ。いや懐かしいね。拝むな、救急車を呼んでくれ。あだとなったな、シュレピッピが。ミエさんはもう大丈夫です。よかった。他の信者たちも彼女から話を聞いて教団を脱会し始めているよ。よかったよかった。あなたのおかげです、キリュウさん。本当にありがとうございました。これは心ばかりのお礼です。お、竜の瞳、なんでお前が持ってんねん。一つ聞くが、あんたは自分が昔作った教団を潰すためにわざわざこの町まで追ってきたってこと。確かにな。実を言うとそうじゃありません。あ、違うんか。私はまた無難著ヘペトナスの教祖として帰り咲こうと思ってたんです。こいつ懲りてへんやんけ。何？刑務所を出た私が他に頼れるものはありませんでした。開祖として教団に戻ればそこには居場所があります。ただ私の誤算は教団へ行く前にミエさんと出会ってしまったこと。なるほど。そして彼女を好きになってしまったことでした。ええよ。ミエばあさんは今あんたに何と言ってる。
口も聞いてくれませんよ。当然です。私も昔は彼女のような人たちを何人も騙して彼らの人生を破滅させたんですから。まあでも刑務所行って罪償ったやろ。これからも罪を背負って生きていきますよ。私は。ああ偉いな。犯した罪は一生消えない。やるや無難者続き。ですが私は罪を償うための第一歩を踏み出すことができました。ミエさんとあなたのおかげでね。キリュウさん、もし神様ってのが本当にいるとしたら、ほう、犯した罪とまっすぐ向き合う人間を悪いようにはしねえ。なんかかっこええ背中に見えてんな。いやーみんなも気ぃつけや。周りになんか、不正リンチョしてシュレピッピしながら不正リンチョしてさ、クーリパー冷めてるようなフレンドがおったら改心させてあげなあかんで。みんなわかった？はよーロープウェイ乗り場行こうか。ほな